マイクソーシア、マイケル・ローリーソーシや、マイケル・ローリー・ミケソーシや、1958年11月27日隊は、アメリカ合衆国ペンシルベニア州モートン出身のプロ、野球指導者、元プロ野球選手。右投げ左だ。現在は、MLB のロサンゼルス・エンゼルスの監督を務めている。球団からは監督として、長期政権を託されており、 日本のマスコミからはよく、地匠と表現される。愛称は、総主、総主、発音指示においても性は、総氏や s o 州で、総主となっている。のドラフト会議で、ロサンゼルスドジャースから一巡目、全体19位で指名され、入団。4月20日にメジャーデビューを果たした。まで、ドジャース一筋にプレー。50日間に及ぶストライキで、 シーズンが短縮されたには93試合に出場。この年のワールドシリーズでは、ベテランのスティーブ・イエーガーに、正捕手の座を譲るが、2連敗で迎えた第3戦では4回からイエーガーに、代わりマスクをかぶり、それまで4失点と乱調だったフェルナンド・バレンズエラを、立ち直らせ関東勝ちに導き、シリーズの流れを変える役割を果たした。年にも試合に、 出場し、おおむね正保守の座を射止めた。は、故障、回線筋断裂のため、わずか12試合の出場に終わる。には114試合出場した。には141試合に出場して、自己最高の打率、296を記録し、チームの地区優勝に貢献。恵まれた体格で、ブロック力に優れ、リードも優秀であった。 キャリアのハイライトと言えるシーンはのチャンピオンシップシリーズ第4戦であった。地区優勝し、ワールドシリーズ出場をかけて、ニューヨークメッツと対戦。シリーズは、戦前からメッツ有利の予想で、第3戦を終わってドジャースは1勝2敗とリードを許していた。第4戦は、メッツのエース、ドワイトグッテンが初回2点を許したものも、2回から8回まで追加点を許さず、 メッツは4回に3点を奪い逆転。さらに6回にも1点を追加し、8回を終わって2から4となった。しかし、最終回ドジャースの攻撃で、1塁に死球の走者ジョン・シェルビーを置いて、打席に入ったソーシアがグッテンから、騎士改正の同点にラン本塁打を、ライトスタンドに放つ。ソーシのこのシーズンの本塁打はわずか3本で、 対するグッテンはそのシーズン248回1、3を投げて、非本塁打8、9イニング平均0.29本と、勝利3試合関東で1本弱しか打たれていなかった。この試合は、延長12回、ドジャースが制し、その勢いで、第5戦も勝って3勝2敗とする。第6戦に敗れるが、最終第7戦で、オーレル・ハーシュ・ハイザーの力投で勝ち。 ワールドシリーズ出場を果たした。オークランドアスレチックスとのワールドシリーズも4勝1敗で、勝ち、自身2度目だが、聖保守としては、初とも言えるワールドシリーズ制覇を成し遂げた。は、初の2桁となる10本塁打。には、自己最多の12本塁打を記録し、2年連続オールスター出場を、果たし、日米野球で来日した。しかし、二 回線筋断裂の致命傷を負う。引退後、ドジャースで、コーチやマイナー監督を務めには、ベンチコーチを務める。より、アナハイム・エンゼルス、より、ロサンゼルス・エンゼルスの監督を務める。には、ワイルドカードで、プレイオフ進出を果たすと、球団史上初のリーグ優勝を果たし、ワールドシリーズでも、サンフランシスコジャイアンツを下し、ワールドチャンピオンとなった。 2009年1月にエンゼルスと2018年までの契約延長を発表。60歳を迎える年までチームの指揮を取ることになった。ドジャース時代のチームメイト、ミッキー・ハッチャー、打撃コーチ、アルフレッド・グルフィン、一類ベースコーチがコーチを務める。選手、監督の両方でワールドシリーズ優勝を経験したのはメジャー史上17人目。他に12人が 選手権人監督として、両方を同時に経験している。ノーヒットノーランの保守を2度務めた。1回目は1990年6月29日のバレンズエラ・カージナルス戦。2回目は1992年8月17日のケビングロス・ジャイアンツ戦。1990年のオールスターでは、ドジャースの保守としては、 ロイ・キャンパネラ以来となる先発出場を果たす。監督として、通算900勝は、チーム初代監督のビル・リグニーを、抜きエンゼルス史上最多の白帽子である。監督としては、数少ないバイリンガルの一人で、英語の他にスペイン語を話し、ラテンアメリカ出身選手とのコミュニケーションに苦労しない。また、送りバントや盗塁も多用する、いわゆるスモールベースボールを好む。 2002年のワールドシリーズで対戦したジャイアンツの監督ダスティベーカーはドジャース時代のチームメイト。現役時代は主に背番号14をつけていたが監督としてもこの番号をつけている。2011年のドラフトで息子のマットがエンゼルスから45巡目で指名され入団した。1986年のキャンプで行われた紅白戦にて前年に 読売ジャイアンツを任意引退して打撃投手としてキャンプに参加していた佐田岡昌治とバッテリーを組んだ経験がある。太字はプレイオフ進出、ワイルドカードを含む、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。